桜の木の下には、死体が埋まっている。これは信じていいことなんだよ。なぜって、桜の花があんなにも見事に咲くなんて、信じられないことじゃないか。俺はあの美しさが信じられないので、この2、3日不安だった。しかし今、やっとわかる時が来た。桜の木の下には死体が埋まっている。これは信じていいことだ。どうして、俺が毎晩家へ帰ってくる道で、俺の部屋の数ある道具のうちの、よりによって、ちっぽけな薄っぺらいもの、安全カミソリの刃なんぞが、千里眼のように思い浮かんでくるのか、お前はそれがわからないと言ったが、そして俺にもやはりそれがわからないのだが、それもこれもやっぱり同じようなことに違いない。一体どんな木の花でも、いわゆる真っ盛りという状態に達すると、あたりの空気の中へ、一種神秘な雰囲気をまき散らすものだ。それは、よく回った駒が完全な静止に済むように、また、音楽の上手な演奏が決まって何かの幻覚を伴うように、灼熱した生殖の幻覚させる五光のようなものだ。それは人の心を打たずには置かない、不思議な、生き生きとした、美しさだ。しかし、昨日、おととい、俺の心をひどく陰気にしたものもそれなのだ。俺にはその美しさが何か信じられないもののような気がした。俺は反対に不安になり、憂鬱になり、空虚な気持ちになった。しかし、俺は今やっとわかった。お前、この爛漫と咲き乱れている桜の木の下へ、一つ一つ死体が埋まっていると想像してみるがいい。何が俺をそんなに不安にしていたかが、お前には納得がいくだろう。馬のような死体、犬猫のような死体、そして人間のような死体、死体は皆フランしてうじが湧き、たまらなく臭い。それでいて、水晶のような液をタラタラと垂らしている。桜の根は鈍乱なタコのように、それを抱きかかえ、イソギンチャクの触手のような毛根を集めて、その液体を吸っている。何があんな花びらを作り、何があんなしべを作っているのか、俺は毛根の吸い上げる水晶のような液が、静かな行列を作って、異観測の中を夢のように上がってゆくのが見えるようだ。お前は、何をそう苦しそうな顔をしているのだ。美しい透視術じゃないか。俺は今ようやく瞳を据えて桜の花が見られるようになったのだ。昨日、おととい、俺を不安がらせた神秘から自由になったのだ。2、3日前、俺は、ここの谷へ降りて、石の上を伝い歩きしていた。水のしぶきの中からは、あちらからもこちらからも、カゲロウがアフロディットのように生まれてきて、谷の空をめがけて舞い上がってゆくのが見えた。お前も知っている通り、彼らはそこで、美しい結婚をするのだ。しばらく歩いていると、俺は変なものに出くわした。それは谷の水が乾いた河原へ、小さい水たまりを残している、その水の中だった。思いがけない、石油を流したような光彩が、一面に浮いているのだ。お前は、それを何だったと思う。それは何万匹とも数の知れない、カゲロウの死体だったのだ。隙間なく水の面をかぶっている、彼らの重なり合った羽が、光に縮れて油のような光彩を流しているのだ。そこが、産卵を終わった彼らの墓場だったのだ。俺はそれを見たとき、胸が疲れるような気がした。墓場を暴いて死体を好む、変質者のような残忍な喜びを俺は味わった。この景観では何も俺を喜ばすものはない。ウグイスやシジュウカラも、白い日光を竿に煙らせている木のワカメも、ただそれだけでは、朦朧とした心象に過ぎない。俺には惨劇が必要なんだ。その並行があって、初めて俺の心象は明確になってくる。俺の心は秋のように憂鬱に乾いている。俺の心に憂鬱が完成するときにばかり、俺の心は和んでくる。お前は脇の下を拭いているね。冷や汗が出るのか。それは俺も同じことだ。何もそれを不愉快がることはない。ベタベタとまるで精液のようだと思ってごらん。それで俺たちの憂鬱は完成するのだ。ああ、桜の木の下には死体が埋まっている。一体どこから浮かんできた空想かさっぱり見当のつかない死体が、今はまるで桜の木と一つになって、どんなに頭を振っても離れて行こうとはしない。今こそ俺は、あの桜の木の下で酒宴を開いている村人たちと同じ権利で、花見の酒が飲めそうな気がする。